はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれどもラジオ動画やっていきたいなと思います。で今日の題材はですね、2020年年末ですね、12月時点でですね僕が今強いと思っているトラップカードランキングトップ5やっていきたいと思います。でも完全に独断と偏見で選んでるんですけれども超ガチ勢のね僕が選ぶ今このトラップ強いなって思ってるのをですね5つ上げていきたいなと思います。もちろん理由付きでね上げていきたいと思いますので、まあなんか移動時間に聞いてもらったりだとか、あとはまあ自分のねデッキを見直すきっかけだったりとかにねなったら嬉しいなというふうには思っております。で、まず前置きとしましてですね、今の環境を僕が強いと思っているですねテーマ、これを何かっていうのをまず挙げていきたいなと思ってます。まず強いと思っているのはデスペラード、まあ、強いっすよね。あのコイントスでポンポンって当ててくるねあのデッキ強いっすよね。で、あとはねネオス召喚獣、そしてベール召喚獣の召喚獣系、これがね、まあ、大会ですごく結果出してると思います。でどっちの方が強いっていうか、まあ、どっちも強いっていうね、ベール召喚獣の方がデッキ切れの勝ち筋あるし、ネオスの方が攻撃力があるみたいな、まあ、そんな感じのイメージですね僕は。で他強いのはサイバードラゴン、サイバーはワナビに対して強くて、まあ、デスペに対してはちょっと一族の結集とかがあるから苦手だったりとかするんですけれども、でも、その他には強い。で天の岩とか入ってるサイバードラゴンとかも全然強いという風な感じかなと思ってます。で、霊獣デッキ、まあ、ウィンダが今の環境めっちゃ強いんですよ。で口述するんですけれども、今回のトラップカード選ぶ基準ではウィンダに有効か有効じゃないかっていうのも多少なりとも関わってきます。で、あとはウィッチクラフト、まあ、ワナビが増えるんだったらウィッチも強いよねっていうふうには思ってます。で聖騎士、まあ、サイド制の大会だったらそんな強いと思わないんですけれども、 KC カップとかそういうふうな、シチュエーションにおいて、あのサイドデッキがないっていうシチュエーションにおいては聖騎士は強いかなと思ってます。で、あとはトラミッド BF で、一応、知らぬいとかもあります。あとねブルーアイズも強いかなと思ってます。今の環境はね、ブルーアイズはね、早いデッキ以外にはかなりいい、まあ、勝率出せるんじゃないかなと思ってます。で、そういう風な環境で僕が強いと思っているですね、トラップカードトップ5やっていきたいと思います。まず、第5位。第5位はですね、俺結構このランクマの人気カードランキング、正しいかなって思ってるんですよ。割とね。で、その中で僕が第5位に選んだのは分断の壁です。これね、あの分断の壁を僕評価することって結構少なめなんですよ。なんでかっていうと、まあ環境デッキだったらそもそも分断の壁は蹴られる、後ろ触ったりとか、例えば雷切りだったり、ブラックローズドラゴンだったり、後ろ触る手段がいっぱいあるので、なんていうんだろうな、これ妨害札じゃないんですよね。初動を妨害する札じゃなくて、あくまでも自分たちのモンスターの打点補助みたいな感じに使うんですよ。だから分断はモーレフみたいなカナディア内蔵モンスターがいる状態だったら、すごく相性はいいと思うんだけれども、何もない状態だったら割と何て言うんだろうな、決定打を与えれないカードみたいな印象なんですよね。なんで、あんまり評価しないんですけれども、今回僕は分断の壁を評価してます。でなんで分断の壁を評価してるかっていうと、バレットネオスが復権したことによって評価を上げたかなというふうには思ってます。で、このネオスっていうデッキはそもそも昔からなんですけど、分断のケアが難しいんですよね。なんでこれ1枚で勝てるっていうことが多々あるんですよ。ただこの分断の壁をじゃあそんなに強いカードなのになんで5位にしてるかっていうと、さっき言った、妨害にはならない、初動の妨害にならない、例えば弱点で言うとサイバードラゴンとかバック干渉が入ってるデッキだったり、サイバーとかあとアロンダイトが入ってる聖騎士とかね、あとマーリンでも逃げれるしね、だったりトラミッドだったりの攻撃反応が使えないデッキ、その辺が、まあ、分断の壁が苦手かなと思うんですよ。なんで得意デッキと苦手デッキの差が激しいので、順位をこれ以上ちょっと高くするっていうのはあんまりできませんでした。ただ、すごく特定の相手に対しては強力なカードだと思うので、分断の壁は自分的には5位ぐらいかなっていうふうには思ってます。そして第4位はですね、これ神の摂理と天罰でございます。まあ、今回は神の摂理の方が、順位も高いし、R カードというところもあって、こっちを取り上げていきたいと思います。神の摂理はですね、ベール召喚獣が台頭したことで、手札誘発をケアできるカードっていうのは重要度上がったと思います。ベール効果っていうタイミングで神の摂理パーンって言ったら、そのままベールが出てこずに、もう一体のモンスターの攻撃で切るとかっていうのもあると思うんですよね。なんで、神の摂理の、重要度っていうのは高くなったと思います。あとデモンズチェーンよりも神の摂理の方が僕は今のところは強いと思ってるんですよね。デモンズチェーンのメリット話したいと思います。メリットは1枚で止められる札
その点が非常に評価高いです。で一方ベイル召喚獣とかの、相手にデモンズチェーンを当てたらどうなるか、確かにその時は止まるかもしれないんですけど、ドキュー部隊が結構入り始めてるんですよ、こういうデッキに対して、デッキの中に。でドキュー部隊ってデモンズチェーンのメタで入ってるって思うぐらいデモチェーンに対して強いんですよね。例えばデモンズチェーンだと、アレイスター召喚に対してデモンズチェーン打ちます。じゃあそこに対して、ドキュー部隊で逃げられます。で、こっちの罠カードもう1枚破壊されます。要は2枚破壊されちゃう状態ですね。でアレイスターの効果が通っちゃうみたいな、まあ、そんな感じのシチュエーションっていうのが結構あるんですよ。であとはマーリンとか影物のような自身をリリースするモンスターだったり、手札でね効果発動するベールみたいなモンスターに対してデモチは使えないんですよね。でも神の摂理はカウンタートラップです。なので、相手の手札も、妨害できるのはもちろんのこと、ドキュー部隊が後ろにあったとしてもカウンタートラップにチェーンできるのはカウンタートラップだけなんですよ。まあ俺に勝てるのは俺だけだ理論ですね。カウンタートラップに勝てるのはカウンタートラップだけだというふうな理論があるわけですよ。なので相手のドキュー部隊とかをチェーンさせずに無効にして破壊できます、アレイスターを。なので今は神の摂理とか天罰の方が環境的には強いかなと思います。でもそのなんて言うんだろうな、神の摂理って手札誘発ってごめん手札を1枚捨てるカードじゃないですか。ってことは手札コストを確保しづらいデッキには入れづらいんですよね。なんで神の摂理が入らないデッキには仕方なくデモンズチェーンを入れるみたいな感じの認識ではあります。であともう一個考え方があって、手札コストが発生するカードがいっぱい手札に来ちゃうとその全部使えないじゃないですか、特に初めの方のターンでは。だから手札コストがかかるカード、神の摂理とかサンダーブレイクとか因果切断とかあの辺とか被った時、被らないようにデモンズチェーンをちょっと織り交ぜるみたいな考え方でデモンズチェーンは僕は採用してます。では第3位ですね。第3位はこのカード、バージェストマカナリア。これね、一時期は大会環境っていうシチュエーションにおいてなんですけど採用率は落ちてたと思います。でも最近は復活しつつあると思います。昔はね、なんでカナディア少なかったかっていうと、ウィッチクラフトを処理どうせカナディアで裏にしてもしきれなかったりっていうのが採用率の低下につながったと思うんですよね。ベール守備にしたところでしゃあないじゃんみたいなっていうところはあったと思います。カナディアが入るデッキっていうのは基本的にワナビーとか多いんですけど、ワナビーって戦闘で破壊していくじゃないですか、基本的にはね。プルガトリオだったり今だったら。でもカナディアで裏守備にしてもベール殴るときは表側になるわけで、その時にはあの打点上げられちゃうからカナディアが直接的な解決になってなかったんですよ。だからまあ採用率の低下につながったかなと思うんですよね。でも最近はウィッチクラフトそんな多いわけちゃうし、聖騎士っていうね、デッキが出てきたところがカナディアがすごく評価上がってるところかなと思います。例えば聖騎士に装備魔法カードを付けさせます。その後にカナディア使うと装備魔法カードが剥がれた上に、聖騎士が裏守備になって初動の妨害できるわけですね。だから、カナディアが1枚で2枚のカードを潰せるようなカードになりつつあるので、最近は評価が高いかなとは思います。底なしよりももしかしたら評価高いかなっていうふうには僕は思ってます。で他には相手が結集ってきます、デスペで、ツインバレルドラゴンにチェーンを指定して結集ってきます。そこにチェーンしてカナディア打つとあの相手は結集不発にできたりとかするわけですね。なんで、そういう意味で結集を潰せるカナディアが強かったりします。で余談なんですけど、対面、デスペラード戦あると思うんですよ。ミズジャッジってモンスターいますよね。こいつですね。めっちゃランキング高いな、デスペめっちゃ復権してんな、やばいな。このミズジャッジっていうのは相手がねカードの効果使ったら、コイントスを行って2回とも表だったら無効にするんですよ。これ絶対運命力でかなり、鬱陶しいカードだとは思うんですけれども、カナディアを墓地に置いておくことによってすごくいいメリットがあります。例えばね、墓地のカナディアを効果発動って最後の最後で言ったとするじゃないですか。要は墓地のカナディア沸かしたいですって言ったとするじゃないですか。これでミスジャッジのコイントスをこのカナディアの枠効果に対して振ることを許容できるんですよ。じゃあどうなるかっていうと、実際に使ったトラップカード、例えば因果切断だったりだとかの強力なカードは無効にされないっていう風なことができるんですよね。なんでミズジャッジにも実はカナディアが強かったりっていう風な小話とかもあったりします。これ結構ハルさんっていう友達の人に教えてもらったんですけど、あ、まあ、この
墓地カナディアはそういう意味でも強くなってんなと思います。あと1、2打点でポンって出てくるのも強いしね。デスペとかは割と2、8の打点だし、アンキとかだって2、8打点だし、まあアンキヒーローに入んないかなと思うんだけど、まあ、2、8プラス1、2でキル取れるっていうところは偉いっすわ。というわけで、罠を確実に通すために墓地カナディア効果を、ミズジャッジがいるときに使うっていうプレイングとかもあったりします。っていう風に今の環境的にはカナディアはちょっと強くなってきてるかなっていう風に思います。では第2位はですね、このカード、弩弓部隊です。僕はこれね、なんで11位かわからないっていうぐらい強いですね。まあ持ってない人が多いっていうところは理由の一つとしてあると思うんですけれども、めちゃくちゃ強いと思います。相手のデモンズチェーンにね、チェーンして打つことによって確実にアドを稼げる最強カードだと僕は思ってます。で、弩弓部隊を制するものはデュエルを制すると僕は思ってるんですよ。それぐらい僕は最近あのメインで使ってるデッキに弩弓部隊が入ってないデッキはワンキル系のデッキぐらいしかないんですよね。それぐらい弩弓部隊めちゃくちゃ入れてます。で、このカードが使われなくなる日っていうのはリミットに入るぐらいしか考えづらいと思ってます。もしこれ持ってるけれども使ってないっていう、まあ相性が悪いっていう風なデッキが、いくつかあるんですよ。それ以外では入れた方がいいと思います。で、相性が悪いデッキって何かっていうと、例えばウィンダみたいな、モンスターが主流のデッキ。ウィンダはね、場持ちいいじゃないですか。やのに自分からリリースしちゃうのはちょっともったいないなと思うので、まあそういう風なデッキ以外にはこの弩弓部隊は、ガンガン採用しちゃっていいんじゃないかなっていう風には思ってます。では、それぐらいね、僕が評価している弩弓部隊を差し置いて1位になったカードっていうのはこのカード。そう、もう皆さんと考え同じだと思います。因果切断ですね。これね、因果切断ね、デスペラードとか聖騎士とか、あとブルアイズにも強いよね。その辺はもちろん、最近は今言った通りウィンダが流行り始めてるんですよ。ベイル召喚獣、ネオ召喚獣、どっちもウィンダ入ってます。霊獣ももちろん入ってますよね。で、最近だったら豪鬼とかにも入ってきてるし、ブルーアイズにも入り出したりとかしてます。つまり今の環境めちゃくちゃ多いカードっていうのは、大会環境でいくと実はこうやって見た時にここにいるウィンダなんですよね。まあそうっすよね。長老とかさ、霊獣カードがないのにウィンダだけここにいるわけですよ。だからめちゃくちゃ汎用的に使われてるわけね、こいつが。だから今の環境ウィンダが超強いんですけど、そのウィンダに対して有効なのは因果切断、これが強いっていうところですね。なんで因果を入れやすいデッキイコール強いっていう風に最近はなりつつあるのかなと思います。要は手札を増やせるデッキですね。インが使ってもアドソンせずに打てるようなデッキ、まあ、そういう風なデッキが、今強いってなってるんじゃないかなっていう風に思います。で、昔はドキュー部隊の方がね評価してたんですけど、ウィンダーにドキュー部隊打ってもしゃあない時あったりするじゃないですか。だから、今はインが切断が強いと思ってますと。で、最後に今日ちょっと昼間話してて、ま、これも余談なんですけど、ハルさんって人がこの前 MCS でっていう海外のでかい大会でベイル召喚獣紹介したやつ、あれで2位になったんですよ。で、まあ、そのこと自体すごいんですけど、ちょっと一個余談があって、ベイル召喚獣のウィンダいるじゃないですか。あいつを対面デスペラード戦でウィンダウィンダにするか、ウィンダからいきなり融合ペトルフィンになるか、融合ペトルフィンいるかな、ここに、あ、いるね、融合ペトルフィンになるか、これについてちょっと話してたんですよ。で、基本的にはウィンだからペトルフィンになった方がいいっていう風な判断みたいなんですよね、ハルさん的には。で、なんでかっていうと、デスペもエクシーズがあって、メローガイスといるかな、ここに。メローガイスと採用、マジメローガイスは採用した方がいいっすよ。メローガイストっていうモンスターがいて、結構ね最近のパックなんですけど、 R なんですよ。 R のパックで、あ、ここやね、これの、あれ？あ、最新パック？もしかしてメローガイストって。いや、ここで、あ、合ってるわ。イビリチュアメローガイストっていうのがいて、要は戦闘によってモンスター破壊した時に、エキシーズ素材1個取り除いて、そのモンスターをデッキに戻すんですよ。これでウィンダケアできるんですよね。で、ウィンダケアできるから、それが、まあ強いんですけど、よいしょと。よいしょと。なので、メローガイストケアで、ウィンダからウィンダじゃなくて、ウィンダからペトルフィになる。あとは、デスペケアだったりだとか、あの辺とかで、いきなり融合ペトルフィになるっていうのが、基本的には、まあ、目指したいところっていうか、まあ、狙いたいところみたいなんですよ。ただ、一個だけ、なんか、ウィンダウィンダした時のメリットがあったようなんですよね。どういうことかっていうと、ウィンダウィンダで、ウィンダからウィンダ出すじゃないですか。で、そのウィンダを因果切断食らうじゃないですか。じゃあ、どっちも除外ゾーンに飛ぶじゃないですか。
飛んじゃいますよね。で、3枚目のウィンダを引いた時に、そのウィンダ破壊してもらって、このペトロフィンになるんですよ。で、そのペトロフィンに対して、因果切断を相手が撃ってきた時に、除外ゾーンにウィンダが2体飛んでるから、それで分離して因果切断をかわすみたいなプレイングがあったみたいなんですよね。で、それでデッキ切れで勝ったそうなんですよ。だから、対面デスペラード戦は、相手の、まあ、こっち側の後ろの伏せカードによるんだけど、メロガイスをケアできるんだったら、ウィンダからウィンダに1回なった方が良さそうっぽいです。はい、ではいかがだったでしょうか。今日はですね、人気カードちゃうわ。今日はですね、僕が思う、今強いと思ってるね、トラップカードランキングトップ5でございました。まあ今は因果切断だったり、土球だったりが強いと思うんですけれども、ちょっと個人的に評価上げてるのは、神の摂理かなっていうふうには思ってます。で、逆にちょっと評価下げちゃってるのは、まあデモンズチェーンと、あとね、チェーンロストここに入ってるけど、あんまりチェーンロストは今の環境刺さんないかなっていうふうに思ってるんですよ。っていうのが、まあ、デスペもそうだし、サイバーにもあんま刺さんないし、霊獣にもそこまでやし、ウィッチクラフトはそもそもチェーンロスト食らわないプレイングできるし、例えば墓地のシュミッタ効果使って、そこにチェーンして、モンスターリリースしてベールになったりとかしたら、チェーンロスト踏まないから、あれやし、聖騎士も踏まないし、トラミッドも基本踏まないし、てかまあ、ダンサー入りじゃないと、あれやし、っていう風なこと考えたら、今は20位にも入らないぐらいのポジションなのかなっていう風には思ってます。まあそんな感じですかね、僕が今評価しているトラップカードっていうのは。なんで皆さんがね、デッキ作る上で参考になったら嬉しいなと思います。それでは今回の動画以上になります。ご覧いただきましてありがとうございました。まあなんか参考になったなとか、いい暇つぶしになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。